カンドリシノブは日本の女子プロレスラー、女子柔道家である。元参議院議員。神奈川県横浜市磯国出身。市立横浜学園高等学校卒業。所属団体は LLPWX。後に株式会社、新ラムアクトと業務提携をしている。東京都在住歴あり。 帰宅部だった、中学3年生の頃に、町道場で柔道を始めた。柔道部がない女子高校に進学したため、町道場で柔道を続けた。大学、実業団入りを進める人もあったが、組織ではなく、町道場で自由にやっていたかったという。町道場は、学校の柔道部と異なり厳しい体罰を受けることは、なく、町道場の所属であることから、 柔道の総本山であった、行動館からは距離を置かれていた、と、カンドリは語っている。その当時、日本の柔道界では、行動館全日本柔道連盟隊、全日本学生柔道連盟の内紛の、最中であった。これは町道場大主力選手を抱える、大学柔道及び OB の構想とも言われ、首都圏で、 町道場を営み、日本柔道界の内情に詳しい尾野哲也は、行動館全日本柔道連盟の主力メンバーは町道場勢だった、と述べている。1983年から全日本選抜柔道、体重別選手権3連覇。1984年世界柔道選手権、大会3位。1983年の第1回福岡国際女子柔道選手権、大会2位。 1985年第3回福岡、国際三位などの成績を収めた。柔道で1988年ソウルオリンピックを目指すにはまだ3年という期間があり、その間柔道へのモチベーションが保てないと判断し、ソウル五輪先行を待たずにプロレスラー転向を決意する。世界柔道選手権幕張大会直前の 全十連だより1995年9月1日号に、行動館内に本部を置く全日本柔道連盟から、執筆を依頼された。95世界柔道選手権大会に期待するもの、というページに掲載され、1ページに5人、その中の一人であった。カンドリのメッセージは、自分の力を信じるしかないよと題された。同大会には、 直前に総合格闘技エルマイナス1デカンドリと対戦したグンダレンコスベトラーナも出場していたが、そのことには触れられていない。1986年、新団体ジャパン女子プロレスに入門。入門直後に、ダンプは10秒で倒せると発言し、その発言がヒールとして見られる要因の一つとなり、長年、プロレスを愛していないと思われ続けた。ただ、 柔道という盾社会に生きてきたことから、先輩はうやまい、山本小鉄からの、プロレスは、お互いの思いやりがあって成り立つという教えは、守っていた。プロレスの基礎を山本に指示し、練習環境が新日本プロレスと提携していたため、岩おなしに真面目に練習に取り組んだ。柔道で実績を持つ選手ということで、カンドリだけ新日本の男子選手とスパーリングを、 させられるなどの厳しい処遇の中で、さらに技術を向上させた。柔道の習慣で、つい道義をつかむように相手選手の肉をつかんでしまい、殴られたこともある。同年8月17日、ジャパン女子の旗揚げ戦、甲楽園、ホール大会にて、プロデビュー。その初戦からジャッキー佐藤とのシングルマッチで、メインイベンターを務め、ジャパン女子の四天皇の一角として、 デビュー即団体の看板レスラーとなった。しかしその後、カンドリの目の負傷に橋を発したジャッキーとのトラブルから、ジャッキーへの不信感を募らせた。1987年7月6日の試合で、ジャッキーの攻撃が、負傷箇所にヒットしたことで、怒りは最高潮に達し、そのつもりなら、そういう試合をしましょうよと告げてジャッキーと一騎打ちでの、決着戦を希望。 同月18日の神奈川、大和社体工業体育館大会にて、カンドリー枠、心を折る、シュートマッチを仕掛けて、腕を決め、ギブアップを奪った。プロレス開発のフリー宣言を行い、全日本女子プロレスのエースで絶大な人気を、誇っていた、長与千草との対戦を熱望して、全女と交渉した。しかし、このフリー宣言に対して、ジャパンプロレスは、 カンドリとは5年契約を結んでいたと主張し、その期間内に他団体のリングに上がることは問題になる場合があると警告した。カンドリは、労働基準法に基づいた、1年以上の拘束の禁止を理由に弁護士を立て自らの言い分を伝えた。ものの、ジャパン女子との間の話はまとまらなかった。このため、長与自身は乗り気だったにもかかわらず、全女側としても、 契約問題がクリアにならないことから、合イ員が出せず、結局長代が一度目の現役引退を決めたために、カンドリが熱望していた、対戦機会を失ってしまった。長代との対戦が不可能となった後、フリーランスとして、ジャパン女子に戻ることとなったが、全女のリングには上がれず、ジャパン女子のリングにしか上がれない処遇となった。 ジャパン女子の崩壊を経て1992年8月29日、新団体、LLPW 旗揚げに参加。旗揚げの同期は、風丸美が、ジャパン女子解散直前に解雇され、このまま終わるのも悔しいと思ったことである。1993年、団体対抗戦では、LLPW を背負い、全女の北斗明と対戦し2戦1勝1敗。 デンジャラスクイーンという北斗の異名のきっかけとなる流血試合を繰り広げる。1994年、アメリカから帰国したブル中野とのチェーンデスマッチに挑む。敗れたものの、カンドリはこれを自身のキャリアでのベストマッチに挙げている。1995年、女子初の総合格闘技 L-1 に参加。自分では優勝できると思っていたが、 グンダレンコスベトラーナに敗れ準優勝。1998年の第2回大会で優勝。1999年、格闘探偵団バトラーツのマッハ順次に勝利。また2000年、天竜源一郎とシングルで対戦し、TKO で敗北した。2000年1月、フィジックカンドリシノブ写真集にて、セミヌードを披露。2002年、 LLPW の代表取締役に就任。2005年3月5日、秋山糸志、森島岳志のセコンドとして、プロレスリングノアに登場、相手セコンドの北斗明と接触。天竜源一郎と、北斗明が一番嫌いな人を、と、秋山糸志に壊れてのものである。 2016年12月31日、ライジンファイティングワールドグランドプリー2016、無差別級、トーナメントファイナルラウンドにて、ギャビガルシアと対戦予定であったが、肋骨骨折のため出場を辞退。カンドリに代わって、名優のホッタユミコが代役で出場した。2017年12月29日に開催される。 ライジンファイティングワールドグランドプリー2017に ND ラウンドにて改めてギャビ・ガルシアとの試合が組まれた。しかし12月28日に行われた公開計量にてガルシアが契約体重の 95kg を 12.7kg もオーバーしてしまい中止となった。カンドリ自身も試合当日ギリギリまで実現を叫んだが統括本部長を務めた。 高田信彦は、現状ではやらせるわけにはいかない、限界点に来ています。非常に危険も伴いますと見解を示した。関係者への聞き取り調査により、対慢による体重オーバーではないことが確認されたため、試合中止に伴うペナルティなどは課されない方向であった。2021年、現在でも、ガルシアノと一戦を望んでいる。 高楽園ホール控室のドアを破壊したという逸話を残すなど、女であるにもかかわらずその男っぷりの良さから、別名、女子プロレス最強の男、ミスター、女子プロレスと呼ばれる。2004年7月、第20回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、比例区から立候補したが、時点で落選。ちなみに、繰り上げ当選という制度があることや、 それにより自身が6年以内に参議院議員になるのが確実であることを後日ビート、たけしの TV タックルで、増添洋陽一に指摘されるまで知らなかった。2006年9月28日、竹中平蔵が参議院議員を辞職したことにより、自民党比例代表選出議員に欠員が発生し、10月4日に議員に就任した。同日、参議院議長は、 本名のカンドリブに変えて、カンドリブを議員指名として使用することを許可した。自民党が野党に転じてからは、参議院環境委員会で、米海軍厚撃地からの汚水流出事故などを挙げながら、米軍施設からの汚水に対して、十分な対策ができることが、国内法で担保されているのかと、環境大臣の小沢英人を問いただした。2010年7月、 第22回参議院議員通常選挙に自民党公認で比例区から出馬するも落選。後に政治家時代についてカンドリは政治のことを全く知らなかったと発言。国会議員になる前から引退したら国会議員になって日本の役に立ちたいと周囲に漏らしていたカンドリは自民党からやる気があれば 公認を出すという話が舞い込み安倍晋三とも面会。選挙1ヶ月前の急ピッチな状況下で自民党のバックアップを受け望むことになった。しかし、出馬会見で年金を払っていなかったと、前代未聞の告白をして、物議を醸すと、演説でもざっくりしたことしか言えず落選。その2年後に繰り上げ当選するも、国会での戦い方がわからなかったと。 実力不足であったことを告白した。制作ザラストヒーローヘラクレスのオキテホカタス更新終了した SNS。ありがとうございます。